kan bedre hello kappa ukulele anpontan kan bedre hello kappa ukulele anpontan kan bedre hello kappa ukulele anpontan kan bedre hello kappa ukulele anpontan。おはよう。3月21日湘南半ちゃんぽ、今朝の1曲はウクレレアンポンタンとウクレレフアンポンタンという、ウクレレ大使として、子供にウクレレを、ね、教えるようになって、その時に今作った指1本で、コード C っていうのは、ね、指1本で弾けるし、 Am っていうのはこれまた指1本で弾けるコードなんですよ。それを使ってもう初めて触ったね、まあ保育園児年長さんぐらいだったらすぐにウクレレが弾けて盛り上がれるというそういう曲です。これね、桃色クローバー Z とかでもね一緒にやったね、瓦礫ストックというイベントでも子供たちと一緒にやった曲です。これ一応さ、アホな曲だけど、なんかね、メジャーとマイナーっていうね、音楽理論の初歩の初歩にも一応触れとるんだよ。C のね、メジャーコードの場合はやっぱり明るいね、アンポンタンなメロディーが生まれるし、逆に Am っていうマイナーコードでやるとアンポンタンには歌えないんだよね。逆にね、不安ポンタンになるっていう不安なメロディーね、そういうね、マイナーってそういうちょっと暗かったり不安な音だったり、そういうのをね一応表してみましたね。まあそんなね、今日は、レレチャリというウクレレチャリティイベントの湘南編の、キックオフイベントの日です。もう11年目、ね、レレチャリももう11年目です。今回117回目の開催で、初めての、湘南編です。茅ヶ崎ステージコーチで、1時スタート、13時オープンかで、まあ、13時半ぐらいから人が集まってきたら、やろうと思いますんで、ね、ただまあおかげさまで、もうねお席の方はもうなくて、今回はちょっと今からの参加は、難しいですが、まあ、毎月のようにやっていくんでね、こういう今みたいな、ね、ウクレレアンポンタンで初めてウクレレを触った人もいっぱい、ね、輩出してたイベントでね、コンセプトがね、みんなね、なんかね、アマチュア、ね、別にミュージシャンじゃなくても自分でさウクレレで簡単な曲を作曲してきて、それをねそのレレチャリで披露するみたいな、そういうね流れが、できたイベントでもあるんでね、誰でも作曲できるという、ウクレレやれば誰でも作曲できるよっていう、そんなね、楽しいイベントだと思うんで、また来月からね、また日程決まったら告知しますんで、すぐにね埋まっちゃうことも多いんで、早めに参加表明をお願いします。そんなわけで今日から、ステージコーチ、ね、湘南編が、レレチャリ湘南編が始まりますんで、まあ、もう昨日さ魚沢さんでさ猛火の星っていうさ気仙沼のね、郷土料理のモーカザメの心臓のお刺身をね、変えたんでね、そんなこう気仙沼で出会った仲間のこととかをね思い出しながら、レレチャリ前夜をしっぽりと過ごしましたんで、今日は豪快にハッピーにレレチャリやらせてもらいますんで、参加してくれる方はぜひ楽しみましょう。ということで今日はこの辺でバイバイ。